さん、こんにちは。こんにちは。今日は MLTT ようこそ。お待ちしてました。今日、ガイドを務めさせていただきます、吉田拓磨と言います。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、イモリ池を一周して回りたいと思います。一周が約600メートルなんですが、まあ、もしかしたら時間帯によってはちょっと早めに切り上げるかもしれないです。まあ、今日の天気はすごい暖かい、暑いぐらいだと思いますので、帽子があれば帽子をかぶった方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとこういったところを歩くときはサンダルとかではなくて靴で、あとはできれば長袖長ズボンの方がいいですね、池田さん。はい。まあ、今日は木道とかを歩きますので、まあ、デコボコしたところでひっかつまずいて転んだりしないように気をつけてもらいたいというのと、あまり道の端っこの方を歩いてしまうと落ちて池の方に落ちてしまったり、あとはここ国立公園ですので、なるべく決められた道以外のところは歩かないようにお願いします。さて、